めっちゃいい建物。ヒューヒュー。めっちゃいい猫。ヒューヒュー。小林哲郎さんと行くラム散歩。はい、今回も、小林哲郎さんとラム散歩を、高取山というですね、山の登山ルートにある、スラム街的なところを回っていきたいと思うんですけども、ここもね、かなり、その山というだけあって、すごい坂道ですよね。まあ、坂道って、まあ、韓国とかでもタルトンネといって月の村という、こう、鉱山に作られたスラム街がありますけども、やっぱりね、高いところってめんどくさかったりするので、スラム街になりがちではありますね。それで、まあ、ここら辺はまだ全然スラム街じゃなくてですね、ここから入っていくとかなりちょっとそういうチックになるんですけど、もちろん不法占拠とかじゃなくて、住所はある街なんですけども、まあ、とはいえ、かなりこんな道を通って、ここ家なんですけど、この、高低差ってのはすごいですよね。この家もすごい。この階段、はしご的な階段を登って家に入るっていうのすごいですよね。いい見晴らしですよね。もうちょっとこの家とかは廃墟になっちゃってるんですけども、もうこの細い階段を降りて、一旦下に降りて、さらに下に降りていくというですね。しかも壁にボッコーンってめっちゃでっかい穴が開いているという。いやー、なかなかのね、これ毎日登ったり降りたりしてたらかなりの運動になりますよ。うちのマンションも、僕4階に住んでて、エレベーターがないんで結構太ももがね、太くなりましたけど。ね、ここもすごいギリギリのところが通路になってるんですけど、まあ、これ柵があるから安心かっていうと全然そんなことなくって、結構むしろね、柵に寄りかかってそのままバーンと落ちちゃうケースが多いんですよね。なので、こういうところ行った人もね、階段とか、こういう柵とかはね、すごい注意して、あんまり体重かけないようにしてください。ここもものすごい、スコーンって、なんか、下に落っこちそうですよね。酔っ払ってたりしたら。なんか、いやー、素晴らしい。素晴らしい。こういうところもね、せり出し結構多いんですけど、まあ土地有効活用でせり出すんですけど、どうしてもせり出してる部分から悪くなるんで、もうここもかなり傷んじゃってるから、相当遠くない将来、ゴトーンってそのまま全部下に落ちちゃいそうですよね。いやー、でも、とはいえ、一週間ぐらい住んでみたい。まあなんか、電気もガスもなさそうやけど、なんか、ここ、いいなぁ、家、桜草、ちょっと憧れちゃう。いや、階段登って、ちょっと来た道を戻ってますけども、はい。いや、なんかね、高取山は伝説があって、なんか洪水で山が水没した時に、松の木にタコが引っかかっていたので、タコ取山になって、そのまま高取山になったという伝説があるんですけども、いや、嘘くさーという感じではありますけども。まあ、上から見てもかなり、いい見晴らしですけども。まあ、こんな高いところまで全部水浸しになったっていうこと自体がね、ちょっと信じられないけど、あったらすごいですよね。ここも廃墟になってて、ドア浮き付けてあるんだけど、もうこう、コンクリートの要塞みたいになってますね。全部コンクリートで固めてあって、すごい廃墟。これもね、階段があるようなないようなっていう感じなんですけど、まあ、すごい坂道を降りていく感じですね。結構ね、全体的に早送りにしてるんですけど、ちょっとね、危険なんでかなりゆっくり歩いてます。ここはなんか多分住んでた方がいろいろ拾って集めて、お風呂なんかこう仏具みたいなものとか鬼瓦みたいなものがいろんなところに置いてあって、結構なんかいい感じではありました。で、もうやっとこれ、やっと下に降りてきたって感じで、下から見るとどんだけ高い場所に建物が建ってるのかっていうのはわかりますよね。はい。はい。というわけで、まあ、ちょっとアスファルトとか古い感じだけど、まあ普通の街並みのところをまた歩いていってます。まあね、結構せり出し系の家が多いですね。結構強引に建ててるなっていう感じの。ちょっとドキドキしますけども。はい。まあ、ここら辺は綺麗ですよね。なんか、もう普通の家って感じなんですけど、ちょっとなんかトトロの絵が出てきた。これは、ちょっと、
こう、山小屋風のトトロ。昭和の家。いや、なんかね、まあ、お気楽にお入りくださいみたいな書いてあったんだけど、ちょっとドアが開いてなかったから入れなかったし、ちょっとこう軽い気持ちで入るのにはちょっとなんか地雷踏みそうな感じなので、機会があったらまた来まーすということで。いや、上から見てもなかなかですよね。本当にやっぱちょっとせり出してるよなっていう、建物はせり出しているっていう、ちょっとドキドキしますけど、階段もすごい急、はしごのような、本当に石垣にそのままこう、張り付いてるような、急な階段ですよね。いやー、ちょっと向こうに見える駐車場を作るための、まあ、あれもものすごいですよね。はい。まださらに進んでいきましょう。ここもね、高低差がすごいあって、その上に立ってるって感じで、溝も深いですね。これもせり出してますね。やっぱちょっとせり出し系の家にはまってきちゃう感じあります。この、なんだろう、ビニールハウスじゃないけど、こう、音質も、このちょっと溝の方にすごいせり出してる感じで。前の方に見えてくる建物もかなりこう、巨大な文化住宅っていう感じで、3階建て、4階建てぐらいのものすごいでっかい、古きアパートって感じですね。ここもせり出しております。いや、すごいな。ここはもう洗濯物が絵になる。でも、突き当たりのところにこう、はい、社が立っていてって感じで、こっから先はないんですけども。おー、いい感じだな。ほんと、ここはまだね、ちょっと住まわれてる方がいて、ここ住んでみたいわ。これはだから、昔使っていた井戸でしょうね。ちょっと深くは なってないんで多分埋めちゃってるんですけども。で、ここの細い路地がいいですよね。これはもうザ・路地、路地裏って感じでいいですね。本当にこれもコンクリートの様子から見てもかなり昔に作られてそのまんまって感じですね。でも本当に柵なくドーンって下に落ちる、ま、穴というかこれも本当に酔っ払って歩いてたらこのままドーンって下に落っこっちゃって大怪我しそうですけども、家も細いし、この建て込み具合がすごいですね。ごちゃごちゃさ加減がもうたまらないですね。登り終えても、まあ、ちょっと太くなるけどなお細い。一応柵はありますけどね。ここら辺もやっぱせり出してる家が多いですね。いやー、運動になる。いや、もうね、ここら辺歩いてるときはすごい興奮して歩いてるんで全然なんですけど、次の日なかなかあの筋肉痛になりました。これもね、バイクが止まってるんだから、まあバイクで来れるっちゃ来れるっていうことですよね。うん。結構古い民家が並んでます。ちょっと降りてみましょうか。細い階段。そして細い路地。おー、上から見てもいいですね。この高低差がとてもいいですね。ね、上から落ちてきたあの瓦礫が積んであるんですけど、もうだいぶ崩壊しかかってるっていう、下手にこう壁際歩いてる上から落ちてきたのが頭に当たりそうですけども。いや、もうここもね、あの鳥をいっぱい飼ってらしたり、植木がいっぱいあったりして、人が住んでらっしゃるって感じですけども。いや、この景色はすごい、素晴らしいですね。はい、なんか、高低差のある民家。ここの、風景がとてもいいって小林さんが、SNS で言ったら、なんか、すごい叩かれたらしいんですけど、いいじゃないですかね。いいと思うんだから、いいって言ってるんだから。ほんと、ちょっと映画とかで出てきたら、感動してしまいそうな建物ですね。まあ、長田区って結構スラム街が多いことで有名でしたけど、まあ、その中ではもう知られてる地域ではないけど、でも、やっぱり、すごい規模感でしたね。住人なかなか会えなかったんですけど、ここに住んでる人にたまたま話を聞くことができました。あ、こんにちは。ちょっと写真撮ってて。あ、町並みの。すごいなと思って。すみません、なんか。ここは何をされてるんですか？あ、私借りて工場にしてるんですけど。あ、そうなんですね。アート系とか。
僕は舞台のお道具を作って。ああ、そうですか。そうですね。じゃあ、作られるお道具をこれ作る。そうですね。運搬大変じゃないですか。めちゃめちゃ大変なんですけど、まあ、なんせ家賃が安い。ああ、そうなんですね。普通に不動産屋経由で借りられる。もう個人で、多分この辺みんなその人から借りてるのかな。あ、そう、そういう感じなんですね。何割ぐらいざっくり住まわれてるか。いやー、わかんないですね。空き家もポイプチポチありますもんね。でもまあ信じられないところが実は住んであったりするんで。あ、はいはい、あ、意外と住んでる人もいいね。そうですね。そうですね。人住んでんのみたいなところ。すみません、なんか。いえいえ。なんか怪しくてすみませんでした。すみません。いやー、もう本当怪しいですよね。本当こんなところおっさんがうろうろ歩き回って本当申し訳ないんですけど、もうねこういう路地を歩くのが好きなんでちょっと勘弁していただきたい。 いやこの建物もいいですね。ガーンと穴開いちゃってて、あそこなんかもともとお風呂だったらしいんですけどね、もう廃墟になっちゃってますね。もう住んでる人がいなくなって随分経つっていう感じですけども、でこの結構細い路地なんかね結構猫が多いらしくって、小林さんがなんかこういう野良猫というか地域猫の写真を撮るのを仕事にされてる、趣味にされてるって感じなので見つけるために写真撮ってるんですけども、いた猫いた嬉しいですよね、こういう猫見つけると。なんかちゃんと耳がカットしてあるから地域猫って感じですかね。避妊がちゃんとしてあるっていう感じで、うん、こういう路地に猫ってのはすごい様になりますよね。猫でもすごい高低差のある動きをするんで、こういう高低差のある地域っていう集落をこう縦横無尽に歩くっていうのはいい感じですよね。このアパートもいいですね、時代がかってて。いやー、でも令和のポスター、ピンク色のポスターはいらねえな、嫌な感じだな。なんか結構ね政党の人たちが無断でこう貼ってるのもあってすごく嫌なのでやめていただきたい。この細い路地から見えるのは何でしょう。向こうの方に猫がいた。こっち見てる、かわいい。こっち見てる遠い楽しいなぁ。なんか遠くの方の猫撮るのいいですよね、ちょっと油断してたりして。はい、小林さんもバシバシ撮ってますはい、ちょっと戻ってきました。どんどん歩いていって、ここが見晴らし台みたいなところなんですけど、ちょうど社が2つ立ってますね。こっちの社とこっち側にももう一つ社が立っているっていう感じで、小さな鳥居がありましたね。いい見晴らしですよね。見晴らしがいいということはまあかなり高い場所っていうことなので、まあなかなかの住みづらさはあるのかもしれませんが、ただここら辺は自動販売機もあるし、道もまあ広くはないけどそれなりだし、整備もされてるので意外と普通の街並みという感じですね。こういう地図って役に立ったことないんですけども、何気なく見てたらですね、そこに松本ハウスがありました。なんか最近統合失調症からの復活みたいな記事が多い松本ハウスさんがここに住んでいたわけはないですけども、というわけでまあぐわーっとこうなかなかちょっと素晴らしい街を歩いてまいりましたけど、ここがまあ最後の、登山道。ここからだと本当にちょっと本格的に登山道になっていくという感じでですね、高取山の、頂上の方に進む道になるんですけど、まあそっちの方は行かずにここで終了させていただきたいと思います。ぜひまた来たいですね。ラム散歩でした。